はいどうもこんにちは、ジェット大好きです。じゃじゃーん、 GFX50R 富士フイルムさんからお借りしているボディですけども、それに加えてマクロレンズ、今回はマクロレンズのレビューをしたいなと思います。こちらがですね 120mm の F4 ですね。絞りがですね F4 からなんと F32 まで F32 まで、これは3分の1段ずつ刻みの、はぁ、F32 までですか。そしてこちらはですね、フォーカスレンジの切り替えのスイッチですね。そして、これスタビライザーですよ。手ブレ補正ですよ。この手ブレ補正はね、さすがマクロレンズって感じでね、今電源入れましたけども、聞こえますかね？キュル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 って音が鳴ってるの。キュル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 と音が鳴ってる。まあ、キャノンのね、100ミリマクロなんかもね、そうなんですけどもね、すごい音が鳴る手ブレ補正。こういうのってなんかね、手ブレ補正動いてくれてるなって信頼できたりするんですよね。はい。こんな感じです。じゃあ、レンズフードをね、つけてみましょう。よっ、はい、結構な長さになりますね。マクロレンズということでね、今回は当然虫が出ます。まず一発目に虫が出ます。それではどうぞ。でも綺麗に撮ってるからね、どうぞご覧ください。はい、それじゃあね、作例写真こちらでございますけども、おなじみの、まあ僕のこと知ってる方にはおなじみの玉ボケのスパイダーですね。恐ろしく綺麗だな、これ。恐ろしく綺麗だよね。まあ玉ボケの輪郭線ね、玉ボケの周囲の輪郭線が多少は見えてるもののですよ。いや、これ驚きましたね。全然年輪ボケみたいなものはないですもんね。F4 です。これ開放で F4 で撮影しました。それで F5.6。F5.6 でもうね、ちょっとカクカクっとしてんのね。で、玉ボケのね、周辺、輪郭線が20線、30線になってんのかな、これ。20線か。まあ、だから開放で撮るべきかね、玉ボケはね。F8 だとこうなります。なるほど。F8 だともう結構カクッとしておりますね。絞っていくと、どのぐらい被写界深度って変わるものなの？中盤ってフルサイズとはまた違いますからね。こちらがですね、F4。ね、みかん。皆さんみかんの大きさわかりますよね。F4 だとこんなボケてんだね。はい、そして F5.6。ね、一段絞っても大差なし。もう一段絞って。はい、F8。およよよよよよ。F11。F16。このぐらいだと落ち着くね。落ち着くね。F22。ああ、もう、随分、パンフォーカスに近くなってきた感じがしますね。F32。F32 だなぁ。F32 が一番落ち着くなぁ。ねえ、って。でもね、聡明な皆さんは思うでしょ？ F32 まで絞ったら、解説現象？小絞りボケ？スケールを置きました。このスケールはですね、こういう風に使うものではないんですけどもね、その点ご了承ください。でね、メカシャッターではなくてね、電子シャッター使ってまして、この一枚はみかんのところにね、ちょっとフリッカーが出ておりますけどもね、その点もちょっとご了承いただければと思います。今、このスケールの1、0と1の1ですね、下の方の1にピントが合ってる感じなんですけども、F4 開放ですよ。で、じゃあざっくりとお見せしましょう。F4、5.6、F8、F11、
F16、F22、F32 と。もう一回、等倍でお見せします。はい。等倍だとね、どうですかね。F4。なんかね、F4 だとね、まあ僕の見た感じなんだけど、甘いような気がするんだよね、若干ね。F5.6。F8 で、なんか F8 ぐらいがいいのかな。F11 もいいかもしれない。F16。腰彫りボケみたいな感じで言うと F22 からは、等倍で見るとすごい気づくってわけでもなく、なんていうんだろうな。F22 でしょこれ。で、F32。あ、もうこれは結構ぼやっとしたかもなぐらいで。すごいいいレンズなんじゃないこれ。絞ってもシャキッとしてるレンズなんじゃないかなこれ。多少はぼやっと。F22 とかになるとね、多少はぼやっと比較すればね。ぼやっとしてる感じはするんだけど、いやいやいや、なかなかどうしてですよ。いいんじゃないですか。はい、ちょっとここで補足説明をさせていただきます。実はですね、今お見せした画像っていうのは全て僕がロー現像したものです。ローで撮ったものを現像して今並べてみました。だからカメラ内でのレンズ補正みたいなものは一切含まれていないんですよ。じゃあ JPEG だったらどうかっていうことなんですけども、JPEG、はい、ね、比べてみるとね、これ F32 で撮影したものなんですが、比べてみるとね、やっぱり JPEG の方がね、カメラ内で補正が入ってるのかシャキッとはしてるんですよね、幾分ね。というわけで、補正が入っちゃえば、もう解説現象、腰彫りボケみたいなのは全然気にならないんじゃないかなと思いますし、別にローで撮ってもね、これシャープネスチュッて上げちゃえば全然平気なんじゃないかなということで、ねえ、このマクロレンズはひょっとしたら F32 でいっぱいいっぱい絞って使えるという、すごいものなのではないかなという気がしてます。はい、それからさらに補足説明をしますけども、このカメラ、中盤カメラ、44×33 のセンサーを積んでおりますが、いわゆるフルサイズ、35ミリ版のサイズにクロップして撮影することもできます。まあやっぱりね、センサーサイズが大きいってことは、それだけ望遠にはちょっと弱いわけですから、もうちょい長いの欲しいなって時にね、キュッとクロップしても、それでも35ミリ版、フルサイズのものがあるわけですからね、それはね、嬉しいですよね。以上で3回にわたって連載してきました GFX50R というね、素晴らしき中盤カメラと3つのレンズ。僕が注目した3つのレンズに関してね、レビューを行ってきましたけどもね。また、最初から1、2、3本目まで全部作例写真をご覧いただきながらね、どういったものがあったかっていうのをここでも全部お見せしてお別れしたいなと思います。そしてやっぱりね、1億画素の GFX100、 それにね、来年期待大ですね。1億画素って何なのか、もう訳が分かんないですよね。はい、ということで期待しつつ年を越しましょう。ご覧ください、スライドショー。